行政策学部の石橋先生。話してくれたのは先生の恩師と福岡のバス会社の話。試験的にある路線だけを100円バスで乗り放題にしてたんですよ。でその経済効果っていくらだろうって計算されて、多分千何百億とかって金額だったんですね、年間で。バス路線も儲かるし、店舗とかもまた儲かる。その話を聞いたバス会社は主要路線を実際に天神博多間も100円バスで結ぶよってことにしたんですよ。まあこれなんか面白くてしょうがないですよね。研究の世界が実務となんか遠いと思われていますけども、やっぱり自分のやった研究成果が企業が採用してくれて、企業の政策として企業が儲かる仕組みになった、それって面白いですよね。ワクワクしますよね。面白そうですね。先生の講義を体験してみたいです。まあ、例えば栄とかに行くと、いろんなところで買い物をしてぐるぐる回って買い物をしていると思います。今 A っていうところに買い物に来た人っていう人はそのまま帰る人もいるし、それから B っていうところに行って、それから帰る人もいる、それからまた最後に C っていうところに行って帰る人もいる、またこっちに行く人もいるし、またこの中でぐるっと回って B の中でずっと買い物を続ける人もいる。情報を集めると、1個前の行動、どこに行ったかによってこの場所ではいくら買ったかということを求めることができるようになっています。どうしてわかるの？ここに来る人たちの効果っていうのを計測することができるようになるモデルを、もう随分前に、私の先生が作られたものを応用しながら今やってます。効果を計測するモデル？どこからどこへどういうインパクトがあるのかっていうこと、例えばこういうこと、なんかこれよく見ると最近の話、 Google のページランクっていう話と全く一緒なんです。どこから来ているのかっていうことを、影響を測定するのにページランクってことを使ってるんですが、実はこれ全く同じことを30年ぐらい前に我々はもうやってました。重要なことは何かっていうと、実はこの社会の中の仕組みって、こう一見見ると分かりづらいね、難しいねっていうところにあるんだけども、冷静に考えてみると、なんとなくこっちで言った通りモデル化できるよね。そうすると複雑な社会とかいろんなことが言われてるんだけども、この視点から見ると社会の仕組みが分かってくるよね。可視化することによって、あ、なるほどなと理解することができるようになるので、まあ、考え方としては重要かなと思いますね。複雑だと思っていた社会が見えるようになるんですね。けれどもやっぱり数学は必要なんですよね。苦手は数学苦手でしたね嫌いでしたね、なんか本当に。だけど数学って論理学だなと思って、あ、こうやって論理を追っかけていくんだ、背景にある論理がきれいに整理整頓されて、最初から最後までスムーズに、あ、そうだよね、ストンとこう落ちてくる感じ、こういうのが美しいなと思いますね。こちらの学生さんはこんな課題に取り組んでいました。大学生は学部によって勉強時間に違いが出るのか。私は初め実験とかがある学部とかは他の学部よりも勉強時間とかが長くなって関係が現れるんじゃないかなと思ったんですけれども、実際に分析にかけたら関係がなかったので。学部と勉強時間の関係はなかった。生のデータを触って、でそこから分析にかけてどう解釈するかっていう、その自分の知らなかった発見っていうのが魅力だなって思います。総合政策が結構学問範囲が広かったので、それこそ1年生の時は哲学もやったし、統計学もやったし、日本語表現とかもやったし、情報系もやったしっていう、本当に幅広く取ったので、いろんなことが知れて楽しいです。総合政策学部では何でも学ぶ、それは問題解決のための手段だから。
と先生は言います。世の中では、ブーカって言われてます。先が見えない時代、何があるかわからない時代、いろんなところで問題が出てきます。その問題を問題だよねって指摘するのは簡単ですけれども、問題の原因を特定して、じゃあどうやって問題を解決しようか、問題の解決しようを見つけて実際に問題解決に取り組む、これから私たちの社会が良くなっていくためには、この問題解決の技法、それから体当たりで立ち向かう、これが大事だというふうに私は思います。愛学に学べ。いろんな壁があるので最初は簡単にはいかないと思います。本当にぶつかってみたらそんなに大きな壁じゃなかった、意外と簡単に乗り越えられたよねとか、横からスルッと抜けられたりとか、壁だと思って立ち止まることはが一番危ないなと思いますね。立ち向かって逃げないことだと思います。その簡単にいかないのをくじけずに、世の中のために頑張る、社会を良くするために頑張る、まあ、そういう強い気持ちがある。そのためには世の中にはいろんな問題があって、もっとこうすれば良くなるよねっていう希望が必要だなと思います。まあ、そのために学ばなくちゃいけないかなっていうことですかね。愛知学院大学。